西田真嗣、西田真嗣、西田真治、1960年8月3日体は、和歌山県和歌山市出身の元プロ野球選手、外野手、野球解説者、プロ野球監督。現在は、四国アイランドリーグプラス、香川オリーブガイナーズの監督を務めている。旧名、西田真嗣、読み同じ。愛称は虎さん。和歌山市役所職員で、 同純公式野球部員でもある父のもとに出生。賞賛で、岸士少年野球団に入団、競技生活開始。西田が、小5の時からジップが指導に参画。翌年ジップが監督に昇格し、この年の思春期大会で、岸士少年野球団は優勝。西田は、当時の父について、実施である自身を特別扱いすることなく、 むしろ実施ですら恐れる厳格な指導者、監督だったと著で解雇、記述している。和歌山市立火星中学校3年生次の県大会優勝を機に、同年11月、火星中より PL 学園中学校へ転校。これは、あまたの強豪校からの勧誘の殺到があり、返事を先送りすべきでないというジップの決断、進むによるものだった。なお、星中時代、 有田市立安田中学校、エースは、石井武氏に敗れたという経験を持つ。PL 学園高校時代は、エース兼打撃の主軸。大阪高校球界の評価を一気下だった、波章の牛島和彦と、右の牛島、左の西田と二分していた。3年生次、春の選抜では、木戸和彦とバッテリーを組ベスト8、PL に勝ったのは、石井武史。 島田宗彦を擁した美濃島高校。AS4 番として出場した1978年夏の甲子園では、準決勝、決勝で逆転の PL と呼ばれる奇跡的な勝利を挙げて、全国制覇を成し遂げた、この時のチームメイトには、谷松博之、金石明人がいる。決勝では、2点差で迎えた9回裏西から、同点タイムリーを放った。その後、 木戸と共に、法政大学へ進学。法大野球部では、木戸の他か中とミと同期となった。外野手に転校し、東京六大学野球連盟リーグベスト9に5度、選出されるなど活躍した。リーグ通算75試合出場、269、打数81アンダ、打率、301、11本塁打、47打点。 1982年のドラフト会議で、広島東洋カープに1位指名され、契約金4500万円、年俸480万円、金額は、推定で入団した。西田が入団した頃の広島は、山崎隆三や長島清之など剣士を誇る外野の、レギュラー層が扱ったことと、西田自身守備に難があり、また打席での集中力が継続できない欠点から、 現役13シーズンは、とんど、代打としての活躍となり、規定打席数に到達したシーズンはなかった。思い切りの良いバッティングで鳴らし、1983年には、4連続代打本塁打というセリーグ対記録をマーク。1989年、1990年には、規定打席に到達しないものの高打率を残し、欲にはチャンスに強い打撃を買われスタメン出場の、 機会が増えた。またロッドアレンやタイ・バンバークレオなどのスケット選手の極度の不振もあり、シーズン後半は4番打者として定着しチームのリーグ優勝に大きく貢献する。優勝決定戦では決勝タイムリーを放つなどの活躍を見せた。その後は代打の切り札などで活躍し、シーズン終了後に現役を引退。同年の引退は町田孝、二郎。 金本智明らの当時対等してきた若手外野人との競争の限界と同年春夏の二度の足の負傷によるヒッと打って走塁しただけで足を怪我するようじゃプロ失格という理由があった。引退後はカラマでは RCC の野球解説者を3年間務めるは、立川の広島監督就任に伴い一軍打撃コーチへ就任。 新井高弘が入団1年目の時余りにも打球が飛ばないので当時ヘッドコーチだった大下武志が新井を2軍に落とそうと提案した際に元があるうちは1軍に置いといてええじゃないっすかと待ったをかけたのが西田だったもしあのタイミングで2軍落ちしていたら今日の新井はない担当コーチだったとはいえあれだけ熱心に付き合ってくれる指導者に出会えたことも新井に とっては幸運だったと大下が述べている。2、山本が監督に就任した後も、1年間2軍、打撃コーチを務めた。からまでは、広島ホームテレビの野球解説者を3年間務める。四国アイランドリーグ、愛媛マンダリンパイレーツの監督に就任。中谷翼、西山道田からプロ入りする選手を輩出するも、チーム成績は、リーグ再開と低迷し、 シーズン終了後の同年12月22日、イブリー、四国アイランドリーグ運営会社代表の石毛広則より、翌シーズンの契約を結ばない旨を通告され、退団。4月、お世話になった広島に恩返したいと、広島県野球大田町に設立された、社会人野球チーム、広島レッドフェニックスの監督に就任した。同年月日、四国アイランドリーグ、 香川オリーブガイナーズの監督に、翌シーズンから就任することが発表され、足沢麻ヤの後を受けて二代目の監督となった。四国アイランドリーグには2年ぶりの復帰。復帰に際しては、石毛と鍵山誠、後アイランドリーグ理事長が、西田の元を訪ね、力を借りたいと懇願したという。最初のシーズンとなったは、前期、後期の連覇に加え、 年間総合優勝を決めるリーグチャンピオンシップでも勝利する完全優勝にチームを導いた。さらに、石川ミリオンスターズとの間で行われた独立リーグのグランドチャンピオンシップも制し、1年の間に4度の胴上げを受けることになった。シーズンも前期制覇、6月18日、後期は優勝を逃したものの、リーグチャンピオンシップには勝利して、前年に続いて、 年間総合優勝を達成した。前年に続いて出場したグランドチャンピオンシップでは、富山サンダーバーズに対戦成績体に持ち込まれたが、優勝のかかった最終戦を延長戦で制し、2年連続で独立リーグ日本一に輝いた。シーズンは前期は2位、後期も何度か首位を奪いながら最後は、コーチファイティングドックスに競り負け、3年続けての 年間総合優勝はならなかった。後期優勝を逃した後、自分の力が足りなかったとコメントした。シーズンは3年ぶりに全後期優勝し、リーグチャンピオンシップも制して2度目の完全優勝を達成した。石川ミリオンスターズとのグランドチャンピオンシップにも勝利し、再度1年に4度の胴上げを受けた。シーズンは前期は就任以来初となる3位に、 とどまったが、後期は2期ぶりの半期優勝を遂げた。しかし、徳島インディーゴソックスとのリーグチャンピオンシップは1勝3敗で、敗れ、香川の監督就任以来初めて、ポストシーズンで敗北を喫した。12月9日、2012年度も続投することが、リーグより発表され、6シーズン連続で香川を率いることが決まった。これは、 愛媛の前監督、お木きやを上回るリーグ最長記録となる。は、2期連続となる前期優勝を達成。後期は、愛媛に、僅差で優勝を逃したものの、リーグチャンピオンシップはストレートで愛媛を下し、2年ぶりに年間総合優勝を達成した。2年ぶりの出場となった、グランドチャンピオンシップは、新潟アルビレックスベースボールクラブに0勝3敗で、敗れ、 初の敗退となった。は、2期ぶりとなる前期優勝を達成したが、後期は、投手陣の不調などにより3位であった。9月16日の対愛媛戦にて、香川での監督通算300勝を達成した。リーグチャンピオンシップは、後期優勝の徳島に0勝3敗で敗れた。チャンピオンシップにストレートで敗れたのは初めてで、徳島に対しては2年前に続く敗退となった。 チャンピオンシップの敗退について試合後のコメントで力がなかったと乾杯を認めた。は、前期は優位にペナントレースを進めながら終盤に失速、徳島と同率主位ながら直接対戦成績の差で優勝を逃す。後期は主に打撃不振のために低迷、チーム創設以来初となる最下位に終わり、リーグチャンピオンシップの出場をも逃した。 4期ぶりとなる前期優勝を達成。後期優勝の愛媛と対戦したリーグチャンピオンシップは2勝3敗で赤敗し、3年ぶりのリーグ総合優勝はならなかった。は、前期は3位、後期は僅差ながら2位に終わり、2年ぶりにリーグチャンピオンシップに出場できなかった。は5期ぶりとなる後期優勝を達成したが、徳島とのリーグチャンピオンシップに敗退。 二年前に続いてリーグ優勝はならなかった。は、前年後期に続いて前期優勝を達成。後期は最下位に終わったものの、愛媛とのチャンピオンシップに勝利して6年ぶりにリーグ優勝を達成した。グランドチャンピオンシップは群馬ダイヤモンドペガサスを相手に、金差の試合を勝ちきれず、前回に続いて未勝利、1分含むで敗退した。 アイランドリーグの監督として在任中に、引いたチームから2014年までに20人の選手を NPB に入団させている。その理由として、人脈目視したスカウトへの細かなアピールを行う点がして切れている。2007年5月20日の徳島との試合で、判定をめぐって審判に暴言を吐いたとして、四国アイランドリーグ創設以来監督としては、 初めての退場処分を受けた。2008年8月13日の対徳島戦で、暴言により2度目の退場処分を受けている。2011年8月19日の対愛媛戦で、暴言による3度目の退場処分を受けたが、退場戦告後も試合中に、不適切な抗議を行ったという理由で、リーグから2試合の出場停止処分と球団への厳重注意、本人への再始動処分が下された。 2014年6月15日にアイランドリーグ10年目記念として開催された香川対徳島の OBE 戦で途中登板甲子園準優勝投手である徳島の島田直也監督とも対戦した2015年のインタビューでは40代の頃は NPB の指導者に復帰することも考えていたが50代になってからガイナーズが必要としてくれるなら それが一番ありがたいことだと思うようになったと述べている。2016年のインタビューでは、アイランドリーグからやりがいをもらっているとコメントした。PL だが、放題時代は同期の木戸、一期下の小早川、竹彦とは西田、木戸の放題卒業まで、私生活でも浅からぬ進行があった。また、PL 時代にしたが、あまりにも、不関心な言動を取ったのに耐えかね、 木戸が西田に鉄拳を見舞ったとの逸話が伝えられている。既婚、現在の妻とは、現役引退後に、結婚で、妻との間は、子があることを公表している。ニックネームの、虎は、入団当時から、ふらふらと遊び歩いていたことから、厚み清が演じる、風天の虎さんからつけられた。打撃の天才とされ、後輩の前田智則が尊,が尊敬する人物に挙げていた。 ちなみに、前田が使っていたバットは、西田モデルを元にしたものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。